船が多いなぁ、空が青いなぁ。こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。いつものように物件資料をペラペラと眺めていて、むむむ、な物件を見つけてしまったのではなく、ヤバすぎるコンセプトの家があるという情報をキャッチして、千葉県旭市にやってきております。なんと、ガラスの箱の中に家建てちゃった。というとんでもない発想な上に、太陽光や太陽熱を最大限に活用した超エコな家で、さらには別荘とシェアハウスのコンセプトをミックスしたという、斬新さのミルフィーユやな住宅らしいんです。いやもう話がぶっ飛びすぎてて、どこから突っ込んだらいいのかわからないのですが、この斬新なコンセプトで11年以上も前に建築されたというから驚きです。今でこそ、SDGs 路線でエコな家が流行ったり、シェアハウスなんて仕組みも増えてきましたが、それを組み合わせて10年以上前に作っている熱い設計師さん。それは、当チャンネルがファンである設計師さんの一人。ガラスの魔術師井口さん。井口さんといえば、風呂が通り道な家。という、風呂の向こうにサンタが降臨するためのスペースがある家など、記憶に新しいですが、先日、新築カラフルマンション。という、風水をテーマにした物件を内見させていただいたときに、実は千葉の郊外に、変わった仕組みの別荘も作ってある。と前振りをいただき、めちゃめちゃ気になっていた家なんです。で、今回は千葉の郊外、ほぼ東端にやってきているのですが、物件は、どこ？あの辺です。丘になっているあの向こうですか。いやー、立地からして個性がモリモリですが、果たしてどんな家なのでしょう。というわけで着きました。でか、本当にガラスの箱ばい。で、畑付き。白い土台の上にガラスの箱がそびえる、インパクト絶大な外観です。で、がっつり太陽光発電。発電しすぎ。もはや売電できそうな規模感。食べ物もエネルギーも自給自足する気満々ですね。そしてこちらが玄関。自然との共生ということで、外壁と植栽がもはや合体してます。それでは入ってみましょう。都内から2時間ほどでアクセスできるシェア別荘。間取りはなんと 13LDK だそうです。みんなで使える規模感ということで、普通の戸建てよりもかなり大きい模様。ここで靴を脱ぐようです。何やらブラックな廊下へと入り込みましたが、こちらは、明るて、風呂がスケスケ。ガラスの魔術師井口さんからすれば、風呂がスケスケなのは当然どころか必然なスペック。そして、自然との共生。どころか自然と同居な浴室です。本日の入浴ビュー。も大自然とソーラーパネルという SDGs コンボ。普段は都市部の住宅を内見することが多いので、すでに癒されモードです。で、お隣には男女別の浴室がもう一つあるそうですよ。どんどん先へと進みましょう。今回は広大な建物ですからね。こちらは、一つ目の個室でした。めちゃめちゃ明るい個室に、ベッドとロッキングチェア。天井もガラス張り。そして窓の外には、大自然。とテラス席。室内のロッキングチェアでゆらゆらしたり、気の赴くままに屋外に出てみたり、建物がリュウリュウに立て込んだ都市部にはありえない暮らしですよ。で、シェア別荘というのはどういう仕組みなんでしょう？こういった個室がたくさんありまして、個室の占有利用権を購入していただく仕組みになっています。個室以外の LDK や水回りなどは共用で使用する形です。なるほど。間取りはシェアハウスに近いですが、個室部分を賃料を払って借りるのではなく、あらかじめ利用する権利を購入しておく形というわけですね。こりゃ斬新ばい。こちらも個室のようですが、家具がないですね。こちらは収納に布団をしまってあるタイプです。ふむふむ。個室部分は使い方人それぞれということですね。めっちゃ部屋ならんどう。ということで、1階部分には個室が並んでいました。それでは2階への階段を探しましょう。玄関の方に戻って。こちらでしょうか。あ、こちらは。
手洗いと、トイレでした。って何やら風変わりなトイレですが、こちらはバイオトイレです。便器の下には木質のチップが入っていまして、用を足した後にそこのボタンを押すと、中でぐるぐると機械が回って排泄物を堆肥にできるんです。なんじゃそりゃ、汚水を出さずに全部畑の肥料になっちゃうんですか。エコがすぎるんじゃ。いや、トイレ流さないという想像を上回るエコ生活。しかも匂いも気にならないし、こんな方法があったんですね。ということで2階への階段を発見。なんじゃあやあ。何やら見たこともない光景が広がっていますよ。天井がスケスケだし、壁には藁のような装飾が。で、これは、何？2階へ上がってきました。あ、ここからも出入りできるんですね。何がどうなってこうなってるのか理解が追いつきませんが、登ってきた階段を振り返ると、こんな感じ。床がスケスケ。天井もスケスケ。ナムコにはこれまた理解が追いつかない光景。どげんなっとうと？ちなみに、外に出るとこんな感じで。両サイドにデッキスペースが。こちらがメインエントランスだったかもしれません。で、先へと進みましょう。これは、稲で作ったカーテンです。稲のカーテン。斬新すぎ。自然素材志向でウッドブラインドというチョイスをはるかに飛び越えて、ライスブラインド。で、こちらには広大な自然を眺めるテーブル席がありつつ、なんじゃこやぁ。ステージのような高さの和室に、障子が浮いとう。天井高。へ、ここは、リビングです。リビングの概念どげんなっとうと？ガラス張りの外観やスタイリッシュな水回りの雰囲気とはギャップのある和風リビング名付けて今あれはかやぶき屋根です。ガチでガラスの中に家が建っとったい。これは一体どういう状況なのでしょう。とりあえず、今で落ち着かせてもらいましょう。ああ、しかも掘りごたつじゃないですか。これは癒されるなぁ。眺望やば。ちなみに、ここは個室にもできるんですよ。へ？むむ。なるほど。浮いていた障子を下ろせるんですね。個室完成。こう見ると、かやぶき屋根の日本家屋がガラスの中に立っとう。赤い鉄骨とガラス天板があるので少し見えづらいですが、よく見ると木造のかやぶき屋根の家の姿が見えてきます。それにしてもなぜこんなことに。これはエアコン不要で夏も冬も過ごせるように温度をコントロールする工夫なんです。すご。詳しい仕組みは後で屋根裏で説明しますね。個室となったリビングに入ってみました。あ、このドアを使えば廊下側も完全に仕切ったり、この空間を2部屋に分割することもできるじゃないですか。天井が高いなぁ。かやぶき屋根の古風な日本建築な雰囲気に、鉄骨、ガラスというスタイリッシュな近代素材がミックスされた不思議な空間。いやぁ、この障子パタパタシステムすごいなぁ。そしてこちらが共用のキッチンですね。ガラスに囲まれてサンルームのような雰囲気。で、和室リビングから階段を降りて通路部分へ。なんじゃやぁ。で、テラス？でかすぎん。見たこともない屋内かやぶき屋根戸建てな雰囲気に気を取られて気づきませんでしたが、もしやこのテラス。楽園やないかい。しかもオーシャンビュー。やってんな。空が青いな。
海のそばに建てたくて、都内からアクセスできる土地を探していたのですが、高台から海を眺められるこの土地に出会って、感動してここに決めたんですよ。確かに、防風林の存在もあって、実際に海が見える土地って希少なんですよね。はぁ。冒頭で、あの辺と言っていたのは、まさに港から見えた高台。あの丘の裏にこんなのどかで美しい風景が広がっていたとは。海が見える別荘なんて、理想の中の理想。いや、されどマックス。もう一生ここで暮らしたか。あんなところに風力発電、自然エネルギーがしっかり使われているエリアですね。むむ。あれは、なんと露天風呂、が真っ白。で、ここからの入浴ビューは、やってんなぁ。普通にお湯に浸かって癒されるのもいいし、サウナ人気の現代ならば、広大なウッドデッキにテントサウナを持ち込んで、バスタブは水風呂にしちゃうなんてのもいいですね。整うなぁ。いやぁ、このウッドデッキテラスは本当に魅力的。オーシャンビューでこの広さ、読書に、コーヒーに、バーベキューに、昼寝。もう何をやっても気持ちいいに決まってます。なんか鳥がおるばい。全体像を見ると、こんなことになっていたんですね。で、外からじっくり見たかったのが、こちらのガラスに囲われた日本家屋。外から見ると、三角屋根のガラスの箱ですが、よく見ると、かやぶき屋根の家？未だかつてこんな奇想天外な家は見たことがありません。ガラス面には窓らしきものがあったり、いろいろと仕掛けがありそうで、その仕組みが気になるところですね。では、鳥の顔へと入っていきましょう。ここは？ここはプライベートスペースです。あ、なるほど。ウッドデッキに面した素敵な空間。これは地下？1階の個室が並んでいた廊下につながっています。ほうほう、ここにつながっていたんですね。ここからさらに上があるようです。かやぶき屋根が見える屋根裏につながっています。楽しみです。焦げなところにハンモック。なんとオーシャンビュー。こんなところで揺れていたら、気持ちよすぎて気づいたら夜になっていそうです。ということで先へと進みましょう。こちらもデッキテラスが見渡せるお部屋。そしてこのドアは、なんじゃこやー、かやぶき屋根の上。床も含めてガラスで囲われており、まるでかやぶき屋根の博物館と言いたいほどに間近で見ることができます。こう見ると、ガラスの箱の中にかやぶき屋根の構造がすっぽりと収まっているのがわかりますね。で、これは一体なぜこんなことになっているのでしょう？まずは、この地域の植生を使って建てたいという発想から始まっています。ちょっと難しい言葉ですが、潜在自然植生というドイツから生まれたコンセプトです。そこで、木造の一部は県内の古い醤油蔵から譲ってもらって、移築再生しました。さらに、地元の職人にかやぶきをやっていただき、この部分ができています。なるほど。僕の頭では、地産地消ぐらいまでしか理解が追いつかないですが、さらに踏み込んだ概念がその裏にはあるわけですね。そしてこの建物を、なるべく自然エネルギーだけで生活を完結できるようにするために、ガラスの箱、つまり温室の中に作ることにしたんです。はぁ、あ。はぁ、あ、かやぶき屋根は断熱性があるので、太陽の熱で今いるこの空間はとても暑くなります。確かに、冬なのに暑いですね。夏は60度、冬でも50度くらいになるんですよ。その熱を様々な形で利用しています。まずは太陽熱温水、熱を使ってお湯を作ります。お、ガス給湯器いらずですね。次
次に、寒い季節はこの熱を下の階の掘りごたつにファンで送り込んで暖房代わりに利用しています。あれが太陽熱暖房やったったい。ちなみに温度センサーで動くようになっています。めっちゃハイテク。そして余った熱は窓から排気しています。冬の夜だけは電気のこたつなんかを使いますが、エアコンは一度も使ったことがありません。すごい。太陽光発電のみならず、暖房もお湯も太陽の熱をフル活用してるわけですね。ちなみに夏はどうなんでしょう？かやぶき屋根は断熱性がかなり良いので、屋根の下の居室空間は涼しいんですよ。ガラスの窓も開放すれば風通しも良いですしね。なるほど。下から見たら、なんじゃこやー。と理解が全く追いつかなかったこのダブルハウス構造。解説を聞くとめちゃめちゃわかりやすかったです。それにしてもこんなアイデアを思いつく井口さんの想像力には脱帽です。伝統的な建築に現代の素材や技術を組み合わせてエコな構造を実現しているのが本当に面白いですね。バイオトイレで肥料を作って畑で半自給自足までできるようですし、こういった実験を自ら進める設計士さん素敵すぎです。というわけで改めて全体の配置図を見てみましょう。ドドンと大きな土地に建物、農園、発電設備などが配置されています。将来的には大きく増やしていく計画もあるそうです。いやー、面白いな。戸建ての別荘を手に入れるよりも低予算でできるシェア別荘という仕組みも面白いし、何から何まで斬新な建物でした。ちなみにさらに昔、20年ほど前にこれの原型となる実験的な建物を作ったんですよ。そちらはさらに変わってますので、また今後紹介しますね。これ以上に変わってる？そんなヤバいものが。お願いします。詳細は概要欄からどうぞ。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。じゃんけんぽん。うふふふふ。チャンネル登録してね。してね。しとると？そうね。グッドボタンもしたと？ありがとねー。